レンジで3分。おからパウダーを使って低糖質、低カロリーなしっとりふわふわチーズ蒸しケーキを作るよ。北海道チーズ蒸しケーキを目指して作ったおすすめレシピ。それでは作っていきます。クリームチーズを温めるよ。加熱ゴーゴー。クリーム状になるまで練るよ。材料を入れたらその都度混ぜてね。ラカント混ぜ混ぜ、卵混ぜ混ぜ、牛乳ヨーグルト混ぜ混ぜ。おからパウダーを入れたら滑らかになるまでよく混ぜ混ぜしてね。ベーキングパウダーを入れたら手早く混ぜてね。ラップなしで加熱ゴーゴー。レンジから取り出したらすぐ皿で蓋をしてひっくり返すよ。冷蔵庫で冷やすよ。完成。しっとりふわふわ食感で丸ごと食べたくなる美味しさ。高カロリーなクリームチーズは控えめにして、ヨーグルトでチーズの風味をアップさせたよ。全部食べても303キロカロリー、糖質は 4.9g。 チーズ蒸しケーキ好きさんはぜひ作ってみてね。おからのダイエットパワー、詳しくはこちらをご覧ください。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。